動物マニアの Y でも見たことないわ。ハリネズミかわいい。ハリネズミちゃうやろこれ。キャベツも食べそう。山嵐？山嵐でもないで。ハリモグラや間違いない。鼻が全然ちゃうやん。山嵐率 99%。 木登り山嵐やな。尻尾が猿みたいに太くて長い。鳴き声間抜けすぎない？かわよやね。動物の森で聞いたことある声や。確実にアホ。なんやこいつ、毛硬そうやな。硬いどころか怪我するやろ。山嵐だと思うんだけど違うの？山嵐らしいけど普通の山嵐とはちゃうらしいで。アメリカの山嵐やな。みんながイメージするアフリカの山嵐とは見た目がだいぶ違う。違いすぎて紳士かと思ったわ。こっちの方がヘンテコやからもっと知られててもええのに。山嵐を丸飲みしたヘビ、死亡？アホだなぁ。そうだよアホだよ。チャレンジャーですな。なんで最後まで飲むんだよ。諦めろよ。あるある。ねえよ。痛そう。せめてハリネズミなら、ハリネズミだったならこんなことはなかった。多分針が刺さらない方向で飲み込み出したけど、吐こうとしたら逆に刺さる角度になるから飲み込み続けるしかなかったんだろうな。無茶しやがって。お腹を撫でられて焦点仕掛けのハリネズミ。なんというヘブン状態。可愛がられてるんだな。いい面してやがる。焦点中。起き上がれないのでは？こんなに足が貧相なのか。可愛い。ふう。こんなん可愛すぎるわ。ハリネズミに喧嘩を訴え、ぬ、取り返しのつかない姿になる。そうはならんやろ。痛い痛い痛い。山嵐定期。イッヌって痛覚ないんか？ここまでなる前にやめろよ。イッヌの痛覚は人間の100分の1。ガウガウガウってなっとるときはバーサーカー状態なんだわ。ライオンですら山嵐には手出さんからな。こんなんアホ犬やろ。思ったより悲惨で草生える。山嵐の一群が、おしくらまんじゅうしてみた結果。かわよ。どうなっとんねん。頭よろし。互い違いに寄り添ってるやん。一体化しとるやん。入りこうやな。針の鋭さは長靴も貫通するらしいな。隙がないな。こんなことできるんかかわいい。優しい世界。餌を目の前にしたハリネズミがめちゃめちゃいい笑顔になる。笑顔、無理。これぞ、小悪魔。満面の笑顔ですね、かわいい。満面の笑み、よほど大好物だと思われる。クソはロタ。めっちゃ元気になる顔してる。笑顔がブサイクな子供服売り場の店員感。ひしひしって笑いそう。これは元気でない日でも一瞬で笑える。すっかり溶け込んでくりモード。かわいい。これはかわいい。ハローハリネズミ。びっくりするな。かわいいなぁ。クソはロタ。白黒写真にしたらわかんないな。ドラキュラのような牙を持つハリネズミが可愛い。あら可愛い。なんかゴビにゲスとかヤンスとかつけて喋りそうだ。ほんとそれ。吸血鬼かよ。取られ慣れてる目線。ゴビにずらって言いそうな子。キャワはスライムと一緒に出てくるタイプ。どうしてここまで？肥満症のハリネズミが公園で発見される強制ダイエット治療に。何を食べた？可愛い。なんだこれ。丸いなぁ。自分で歩けないだろ、これ。ラードでも食い続けたのか。所詮ネズミよ、目の前にあるもの全部食っちまう。ハリネズミの赤ちゃん可愛いんだよな。力いっぱい抱きしめてやれないのがまた燃える。ハムスターやハリネズミがバーベキューを召し上がる。可愛いやん。飯食ってるだけなのにすげえ貫禄ごくり。ハムちゃん、バーベキュー美味しかった？セレブという言葉はハムスターのためにある。真のセレブはハムスターだけ、良いな。キャワタン。昨日と今日の分の疲れが癒された。パーティーピーポー。あ、焦点。音が聞こえてきそう。コリ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 。ハリネズミのためにひんやりアルミシートを導入した結果。ひんやりアルミシート導入してみたら、10秒で使い道理解してくれた。夏場のおっさん。これは完璧ですわ。賢いのう賢いのう。ええやん。グデーン。賢い、がおっさん。冷やしハリネズミ始めました。完璧に使いこなしてやがる。ウサギとハリネズミの内緒話。実は、何何？癒しの極地か。おとぎ話の世界やねえ。心が浄化される。キャワは。私も、その中に混ぜて。メルヘンかよ、かわいすぎじゃ。ちょっと奥さん聞いてくれる？うちの担当売ったらって愚痴を言ってるようにも見える。山嵐を食べようと思ったろう、ハリにビビり逃げる。
猫かわかわいいなほんと。思いっきり肉球にぶっ刺さってて笑った。なんやこれ。まるで遊ぼうとじゃれてるみたいに見える。かわいい。猫科の前足で恐る恐る触ろうとするのがかわいくて好き。猫の困惑顔はかわいいな。この前見てきたけど山嵐ってめっちゃでかいのな。針は思ったほど硬くはないが、筒状になってる感じで強度がかなりあるんだと思った。ビビってもとりあえずツンツンしてみるんだな。ハリネズミが初めて甘い薬をもらった時のテンションの上がり方。最初、あ、どうせ苦い薬だろって顔だったのに、ペロッと舐めた瞬間にうん、いけるかもしれねえなから、これは、甘いって可愛すぎかよ。二段階で来るとは思ってなくて声出して笑ってしまいました。ハリネズミも表情豊かですね。漫画みたいにはっきり瞳に光が差す表情の変化、めちゃくちゃ可愛いですね。人間と同じだね可愛いです。こんなに表情豊かなんだ。お、なんやこれ、なかなかいけるやんけって完全に言ってますね。なんか、反応が素直でよろしい。やべえ、可愛い、ふにふにして。甘いってことわかるんですね。現れるハリネズミが可愛い。可愛いたわしみたい。ハリネズミくんが現れているのか、ハリネズミっぽいたわしで手を洗っているのか。洗えたんだ、そっちに驚きました。ハリネズミ型のスポンジかな？ってくらいなされるがまま、可愛い。たわしですやん。気持ちいいのかな？基本、何をどうしても可愛くしかならない。トゲトゲしないんですかね？ハリネズミ博士さん教えてください。爪楊枝を指に刺される感じですよ。それより少しとんがってるけどね。クソでけえ。クソでけえ。完全にあかんやつ。首にかかってるのはネズミ捕りか？どう見ても罠本体よりでけえ。うちの猫よりでかいな。猫より強いだろこれ。超能力者の血でも輸血されたかよ。ヌートリアじゃないの？アフリカオニネズミじゃね？そのようだね。結構かわいいぞ。人に懐きやすくペットとして飼うことができるって書いてあるし、いいんじゃねえの？ネズミがエスカレーターを逆走してて降りられなくなってた。駅員さんにエスカレーターを止めていただいて無事野生に帰っていきました。それは回し車ではない。トムとジェリーでありそう。よかったな。これは夜美人の灰色の着物着た女性が家に来ますわ。無限ループ。エスカレーターに飲み込まれなくてよかった。本当によかった。場所次第ではドブネズミも可愛く思える。もうちょっと根性出せば自力脱出できそう。優しい世界。ハムスターの寝方がやばい。可愛いこんなんなって寝てる。寒いんだろうな。ハムサンドだな。餅のようだ。親子丼。なんでこんなにテロンテロンなんだよ。可愛いなおい。電車の中なのに可愛すぎて思わず吹き出しちゃった。ハムスターはこんな隙間から顔突っ込んで、そして引っ込めた時のこの顔である。ハムスターのこの仕草可愛すぎるだろ。これは可愛い。ハムスター、いつでも逃げられるんだぜってアピールしてるんだろ。ミニグナかこれでゴールデン買うと穴広げられて脱走されたわ。可愛い。ああ、可愛いよ。可愛いがどうした。ハムスターを下から見た写真も後世に伝えていきたい。丸いな。はーん、可愛い。下から来るぞ、気をつけろ。キャーイー。可愛いにも程があるよハムちゃん。普通見ることのできないローアングル、たまんねえなおい。朝から和んだ。朝から元気出ました、ありがとう。タイヤ交換。あんまり丸っこいんで、ハムさんがタイヤになるのかと思った。キャー、かわゆすかわゆす。うちの車もお願いします。かーわいい。そこら辺の内地の人間より手慣れてる。飼い主さんの愛がこもっておる。うちの車の車検も見てくれるかな。ああ、こやついか料金だね、札束。専属の整備士になってください。ハムスターかくれんぼうますぎわろた。お、俺まだ見つかってへんよね。天才。かわいい。間違って食べちゃいそう。ハムちゃん、かわいい。臨場感あふれる実況中継やな。ハム、にしっし、まぬけな犬め。ついでに残ってた汁も飲んどいたぜ。目を離した隙に、バカ息子を。ナイスダイブじゃねえ、でも可愛いから許す。ハムだけではなく犬でも猫でもやらかす、バカ可愛い。なんか潰れてるぞ。あるある、でもハムだから許す。ハム、うおうわお。ハム、いえいえお母さん、このままで結構ですんで。ハムスター買うか。そんなに食いたかったのか。この後もスタッフハムが美味しくいただきました。
ハムスターがスライムか。かわゆ。ああ、溶けてる、溶けちまってるよ。どうしてこんなになるまで放っといたんだ。かわいい。なんだこの幸せそうな顔は。トロン。柔らかい、確信。きっとエネルギーが足りないんだ。ハムスライムかわゆす。夏だとよくスライム化してるのが見られる。まんまるすぎるハムスター。まんまるキャワは。食べたいくらいかわいい。まっぷんまるんやな。雪見大福食べたくなった。美味しそう、真顔。正面もお願いします、真剣。これはかわいい。雪見大福や。ハムスターは世界一かわいい。ハムスターの帰宅風景、かわいすぎわろた。キュッときたー。かわいすぎる、やり直し、もっと見せろ。しゅばやい。あらいい子ね。カゴに入ったところでクリアーって字幕入れたくなる。ハムちゃんキャワワワ。超かわいい、超賢い。おかえりなさいませ。すげえ、うちのは一度脱走したら大変だった。袖に入った時のハムスターは世界遺産級にかわいい。やーん、かわいい。これが真の意味の萌え袖か。なごんだ、これで明日からの一週間頑張れる。かわいさに奮死した。これよくやってたわ。もぞもぞふわふわして超絶気持ちいいんだよ袖が。もちろんゆるゆるな服でな。あらあら、まあまあ、潰さないように気をつけてね。これめっちゃくすぐったいんだよな。買ったことがないけど、潰れないか心配。潰れないんだよ。ある程度余裕があるだるだるな服でやるといい具合だよ。多分ハム的にも。私の大事なカピバラさんが、ハムスターに食い破られるという事件が発生しました。泣きたい。カピバラさんも穴が笑ってるように見えるから大丈夫。可愛くて強い、やっぱりハムちゃんは最高やで。ハム、行ってきまー。二度見した。やっちまったなハムちゃん、可愛いから許す。うちも気づいたらシーツ食い破られてたな。圧倒的食い破り。ハムリアン。ハムスターはカピバラより強い、はっきりわかんだね。地に優しい椅子にハムが超絶フィット。ふおー、可愛い。ハムちゃん。ハムッション、ハムッション。思った以上にフィットしてた。ジェストフィット。やめろ、ハムスター飼いたくなるからやめろ、かわいい。かわいい、けど気づかず座ったら危ねえ、めちゃ違和感ないし、